さあ今日は横浜の山手のブリキおもちゃ博物館の隣にあるガレージですね。まあ、トイズガレージってもともとここねお店をやっていたんです。まあアパレルですね、 T シャツ、トレーナー、パーカー、ウィンドブレーカーだとかね、いや結構かわいいのをたくさん売っていたんですけど、まあ、うち河口湖だとかだんだん広がっていったんで、まあ、今は本来のガレージで使っています。そしてここにはですね、僕のこう夢の形があります。まあ、この車は1956年型のフォードのサンダーバードです。もうなぜ夢の形かというと、そうですね、僕は23歳か4歳ぐらいかな、まあ、大学を卒業してですね、友達と2人で映画館行ったんです。やっていた映画はアメリカングラフィティ、あのジョージ・ルーカスの映画ですね。そこに登場してたんです。女性が乗っていました。もうそれ見た時に、なんてかっこいい車なんだろう、これ絶対手に入れたいと思いました。でも一緒に行った友達は、あんなのはなあ、来たら映画の中の車だよって、お前見たことあるかって言われました。いや見たことはないけど、でもいつか手に入れてみせるぞみたいなことを言って、50の誕生日にこれ手に入れました。ということは今から22年前に手に入れたってことですよね。アメリカングラフィティはある人よの物語なんです。若者の遊びだとか車だとか恋愛だとか、もう音楽、もうワクワク、今見てもワクワクします。ぜひ皆さん、まだ見ていない方はアメリカングラフィティ見てください。登場しますからぜひぜひ。ということで今日はですね、このガレージにロビー君も、看板犬ロビー君も参加してくれました。まあ、ここはですね、こういうサンタクロースだとかツリーだとかあるんで、ぜひ皆さんここもう入るのフリーですから、ここで写真を撮ってなんか思い出にしてくれると嬉しいです。今日は山手のトイズガレージをご紹介しました。